またこれもしつこく言いますが、本年2発目になります。頭痛の回みたいな。紹介します、カブ。はい、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。本当にね、1月1日、1日だって、1日、そうそう、そうそうね、地震があって、本当に被災した方は、うん、テレビで見てても、こっちに涙が出てくるくらいなんですけど、私、それを見て、ソウルフラワーユニオンが、阪神大震災の時に、満月の夕べという曲を書いて、まあ、その曲を書く前に、被災者の方を元気づけようっていうので被災地を回っていて、まあ皆さんもご存知の話だとは思うんですけれども、一応ね、この曲のあれで、その被災地を回っていて、で、ある時、夜ね、空を見上げて、被災者の方が、満月、その地震があった時も満月だったって。で、その日満月見上げて、満月が怖いって言ったんですって。それを聞いて、ソウルフラワーユニオンの人が早くこう踏み出してほしい、一歩でも早く今の現実から一歩でもこう踏み出してほしいということで、元気づけようということでこの満月の夕べを書いてくれたんですけれども、本当はね、何人かの方がこれを歌ってますけど、その原曲はもっと三振使ってて、エイヤーサッサみたいな、エイヤーサッサじゃない、なんだっけ、沖縄のよく歌で、アイネタが入る、そんな感じの歌なんですけど、私はそんな陽気な感じではなく、ちょっと自分なりで、なりに、ちょっとしっとりと歌わせていただきます。じゃあ、満月の夕べ、知ってる方いたら一緒に歌ってください。風が吹く港の奥から駆け跡を包む風、悲しくて擦れてる笑う悲しい夕べ、
自助自助伝自助伝少女期の、本の窓際のトットちゃん今ちょっと、先月あたりから映画館でアニメでやってますけど、それの主題歌あのねという曲をやります。さよなら、その口癖は誰に映りなの。会うたびに寂しくなるのよ少し。手を振るだけで消えてしまうようで。
とうございました。これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。とっても大丈夫。今年2発目のカブさんに